宇津鎮ンオートリ平比ウツチンオー石文とは、1988年1月に、大韓民国継承北道、宇津鎮ン群地区平面、大鳥トツボ里で発見された、6世紀初頭の白木の方向王時代の秘石。農耕作業の際に偶然発見されたものであり、すぐには秘石であることは、かいからずに、同年4月になって、古秘石であることが、ようやく確認されたという。 碑石は高さ2.04メートルの四角柱状の花崗岩自然石をほぼそのままに用いたものであり、約400文字が一面にのみ刻まれている。1988年11月4日、大韓民国の国宝第242号に指定された。真滅の状況が激しくて、文字の否定についても確定しきれておらず、また文章が純粋な中国漢文とは言えず、 白木の固有の文法に制約されたと見られる表記もあるとされる。そのため、細部にわたっての碑文の解釈は未だ一致した見解が得られていないが、更新年正月15日との書き出しによる、元は高栗領であった領域の民への教書的な文言で、あるところから方向を11年の混流であることが確実視されている。 六世紀初頭の白木が高句麗からの支配を跳ね返して、北進し、新たに得た領域を、自らの勢力下に収めるにあたって、王の視察のあったことや従わない者への刑罰が、記されており、法制の内容を知る上での貴重な資料となっている。方向王自身は、ぬ、西気王として現れており、同時に連なっている交換に、活文王の表記が見られることから、六世紀初頭当時の、 白ラが絶対的な王による一元的な王権の支配下にあったわけではなく、ぬ、錦式王と活文王という二つの権力の平存であったとも考えられている。三国式白ラ本義には、奉公王の前代の智章マリツカンの時代に国語を、白ラとして君主号を王に定めたことが記されており、王権の身長の少佐であると考えられている。ありがとうございます。